じゃあそれでは羊の少年始めますね。ただその前にちょっと注意事項ありますのでお聞きください。羊さん大変ね、びっくりしやすい動物さんなので、手を伸ばして触ろうとしたりとかね、でここに手をかけたり身を乗り出したりしないようにご注意ください。お願いします。持ってもらえる？羊さんはショーといえどもイルカやね、アシカさんとは違いますので、小さなことでもできたらね拍手してあげてください。よろしくお願いします。はい、今日ねショーするのはね羊のねマカロンちゃんですね。はい、よろしくお願いします。じゃあまずはですね、右回り左回りからやっていきます。はい、いくよ。左回り、なんか今日調子悪いですね。はい、じゃあもう早速種目を変えてお手おかわり伏せをやっていこうと思います。はい、はい、いくよ。はい、お手出てきました。はい、そちらの方にも見えるようにね。はい、はい、おかわり、じゃあ次はですね、ムーンウォークしますね。ムーンウォーク明るい、後ろ向きに歩きます。明るいじゃん。じゃあ次はですね、ピアノ弾きますね。ピアノと、みんななんか好きな曲ある？チューリップ好きか。じゃあチューリップ弾こう、マカロンちゃん。よいしょ。あ、ごめん、言うの忘れてた。マカロンちゃん今からピアノ弾きますけど、羊アレンジが加わってますから、ちょっと知ってるチューリップの歌と違うかもしれないけど、気にしないでね。はい、じゃあいくよ。はい、みんな、心の耳で聞いてください。はい、どうぞ。リクエストしてくれたお友達がすごい戸惑った顔してますね。じゃあここらでちょっとねアクティブな技をやっていきたいと思います。はい、棒高跳びやってみますね。はい、じゃあまずはですね、ちょっと低い方からやってみたいと思います。さあ、どこかな？ねえ、結構飛んだもんね。はい、上手にできました。はい、じゃあ次は少しで高さ上げますよ。10くらいの高さでやってみましょう。できるかな。今も結構危なかしかったんでね。マカロン、おいマカロン。はい、はい、おいで、頑張れ。いい、よかしら。はい、はい、できました。あ、でもなんとかね、やれてますね。このくらいの高さどうかな、いけると思う？いけないわ。いけない、いけない、いけない、いけないよ。じゃあ、いけると思う人。ああ、あれ、そっちの方が好きなの。いけると思う人。いけないわ。いけない。あれ、あれ、マカロン、飛べたの？飛んできたの？飛んできたの？早いな。見てなかった。みんな見た？見た。見て、飛んだ。飛んだ？
くぐった。くぐった。あ、太郎飛んだ。飛んでない。飛んでないよ太郎。飛んでない。嘘ついた。ついちゃった。どっちだよ。そっか、じゃあ嘘ついた時はどうすんだっけ。はい、ごめんなさい。はい、わかりました。さすがにちょっと高すぎたみたいですね。じゃあ、はい、しちゃった。このくらいのね、お椅子の高さくらいで許してもらおうかな。これでもいいかなね。よし、行くよ。頑張るよ。はい、頑張れ、まかのんちゃん。いけ、頑張れ。あまあ、落としちゃったけど、まあいいか。はい、拍手してあげてください。よかった、よかった、よかった。あ、できた、できた。結構地味でしょ。でもね、マカロンちゃんね、一生懸命やってあげたからね、みんな褒めてあげてね、いっぱい拍手してくれて、どうもありがとうね。これでですね、今日の羊のショーはね、羊のショーなんだけど、スペシャルゲストが来てそう、もうネタバレしてるよね。ずっと遊んでるの。ね、ずっと見えてたね。あ、なんか何の驚きもないとは思うんだけどね。あの来たらね、拍手してあげてください。いや、いや、じゃあ、ちょっと分からんかったら後ろ下がりますね。なんで？えちゃん、なんで？すぐ早なんですけど、はい、柴ヤギという種類のヤギなんですね。で、そう、みんな、あの羊さんとヤギさんってね、なんかすごいよく似てるからね、一緒の動物だと思い込んでる人もいるんですけど、羊とヤギはね、違う種類の動物なんですよ。今日はちょっとそれを分かってほしくて、ヤギの白玉ちゃんを連れてきたんですね。ヤギさんね、ヤギさんのね、癖なんですけどね、ヤギさんはね、崖のところで生活してた動物なんで、高いところを見るとね、すぐね、足をね、かけたくなっちゃうみたいなんですね。これ別にね、教えたわけじゃなくてね、勝手にやってるんですよ。やるとなんか登っちゃうみたいなんですね。ね、あっちでね、いつも牧場で暮らしている時もね、ちょっとちっちゃい切り株があるんですけど、その上にもよく登ってます。羊さんはこういうこと絶対しないんですよね。小ヤギさん特徴ですから、よく覚えておいてください。ここは登っちゃうね。登るんだね。このヤギの白玉ちゃんに、よいしょ、この手作りの、お姉さん手作りの危なっかしい台にね、登るっていう技に挑戦してもらいたいと思います。もう登ってますね。降りようか。大丈夫か。体勢整えて。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、頑張れ、頑張れ、白玉ちゃん、乗れるかな、乗れるかな、頑張って、頑張って、はい、すごいところ乗れましたね、拍手してあげてください。ね、これね、羊のマカロンちゃんにはね、教えてもなかなかね、できないんですよ。まずあんまり高いところ登りたがらないですね。ね、結構あの、ギリシー姿だと思うんですけど、皆さん、ヤギさんのね、白玉ちゃんの姿よく見えますか？はい、ね、今日やる
ることこれだけです他何もしません。で上に立ってね逆立ちとかそんなの全然できませんからね。今日はとりあえずヤギの白玉ちゃんこれだけをやりに来ましたね。拍手してあげてください、はい、じゃあ羊飛んじゃう。マカロンちゃん来ちゃったの。みんなが楽しそうにしてるから、はいやっぱり今度は白玉ちゃんの。あとね、羊さんの特徴といえばやっぱりこのモコモコの毛ですね。こちらの毛は人が刈ってあげないとずっとずっとね伸び続けていきますので、毛玉のお化けみたいになっちゃうで、暑くて死んじゃったり虫さんが湧いて死んじゃったりするので刈らないといけないんですね。え、今月ね羊さんの毛ウィーって刈る予定でいます。天候などによってちょっと日にちずれる可能性ありますので、見たい人は生物のホームページとかねチェックするようにしてください。え、ヤギさんの毛はねほどいてもねある程度の長さで止まりますからね、刈らなくていいですね。そろそろね、なんだかグダグダだったんですけどね、羊さんとヤギさんのショー、おしまいの時間になります。どうもありがとうございました。はい。じゃあそれではですね、1時30分からはふれあいコーナーと餌の販売が始まりますので、餌の後のことをご説明しますね。